エドナ・ファイバーはアメリカ合衆国の女性作家、劇作家。ミシガン州、カラマズ生まれ。父はハンガリー系ユダヤ人の商店主。高校卒業後、新聞社で働き小説を書いた。1911年、夜明けの小原でデビューする。1926年のソービックでピューリッツァー賞を受賞した。1926年の消防とはミュージカル化。 映画化され、1929年のシマロンモニド映画化、ジョージ・エスカウフマン共作の儀曲、晩餐八時、ステージドア、サラトガ本線も映画化、1952年のジャイアントは映画化されて広く知られた。生涯独身で子供もなかった。ブードロ・リチャード・ザ・リテラリー・ヘリテッジ・オブ・ウィスコンシン。 beginnings 2,1925 juniper press p412 zoshi generally claimed 1,887 as harbors year an entry in her mother's diary reveals that edna farbore was born in 1,885 in karamazu michigan ありがとうございます